どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、前髪のアレンジ方法をやってみました。お人形さんでちょっとやったんですけど、今回このお人形さん前髪が結構この辺で短くて、でもこうスタイリングもちょっとこう落ちてきやすいとか、スタイリングも難しいという方向けに、まあこれだったら簡単にできるであろうっていうアレンジ方法をやってみましたので、いつも前髪のスタイリングでお困りの方、よかったらこの方法すっごい簡単なんで試してみてください。それでは動画をどうぞ。まず少しだけシアオイルをつけていきます。あんまりベタつきがないぐらいの感じで、少し髪の毛がまとまるぐらいで OK です。前髪の少し上の毛束ですね、サイドに落ちる毛束なんですけど、その部分を少しだけ取り分けて真ん中に下ろしておきます。サイドの毛束は少しダッカールで留めておきます。このくらいの毛束が落ちていればベストです。次に前髪を左右どちらかに少し持ってきて、そこで前髪を3つに分けて三つ編みをやっていきます。そんなにしっかり編まないで、結構ラフな感じで編んであげると良いかと思います。次に前髪の部分をゴムで結んでいきます。サイドのダッカールを外して、まあ大体でいいので鉢植えの部分を次に留めておきます。次に前髪のこの長い髪の毛と、まあ、サイドの毛束を同じ分量ぐらいでいいので取り分けて、この辺で合わせます。次に合わせた毛束をゴムで結んでいきます。ここはちょっとしっかりめに結ぶと崩れにくいので、しっかりと結んでください。ダッカールを外して髪の毛をなじませます。ここのゴムの部分を押さえながら少し前髪の部分を広げていきます。あんまり広げすぎると崩れやすいので、少しおでこにかかるぐらいの髪の毛を引っ張って出していきます。反対側のダッカールも外してなじませて、でお好みでこの辺のボリューム感、ちょっと高さがあった方が可愛いかなと思うので、少しだけ高さを出すようにしてバランスを整えたら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。伸ばしかけの前髪に使えるアレンジ方法になってます。よかったら参考にしてみてください。